川崎支部の掟。バンプ様、買い物してきました。ありがとう。え、バイヤー君、うちで甘辛いおせんべいって言ったら歌舞伎揚げでしょ。静岡県某所、ここにも悪の魔の手は静かに忍び寄っているのだ。本当に良かったのかな。木本君、おかわりは？いや、僕はもう。一杯しか食べないの？若いのに。遠慮することないんだよ、ちゃんと食費も家賃に入ってるんだから。はい。もしかして美味しくなかった？口に合わなかった？いえ、もうお腹いっぱいで。ならいいけど、長老は？おかわりは？もう十分いただきました、みんな小食だね。もう他に選択肢がなかったとはいえ、本当にここでよかったのか。世界征服ですか？そうそう、あのフローシャイムって言ってね、結構ちゃんとした組織らしいよ。はあ、大丈夫だって。確かに賄い付きで家賃月3万は魅力的ですけど、下宿はちょっと。君の予算じゃ今時のアパートはね。ここにしなってすぐになれるから、まああとは初期しようかな。おはようございます。おはよう山田君。紹介するよ。うちに下宿することになった木本智樹くん。今年静岡の大学に入学して山梨から出てきたんだって。どうも木本です。よろしくお願いします。彼はアシスタントの山田くん。バイトでうちを手伝ってもらってるの。あれ、ゴルさんは？ゴルくん？まったく困ったもんだよ。また喧嘩したんですか？喧嘩も何も、一人で怒ってるんだよ、向こうが。本当にね。木本くんが悪いんじゃないよ。は？いや、うちの若い子がね、下宿始めるって決まって以来、なんか機嫌悪くなっちゃってさ。昨日から部屋に閉じこもりきりで。まだ木本くんと顔も合わせてないんだから。本当にもう、何が気に入らないか知らないけどさ。あれかの？ゴル君はここに住んでるのに生活費を入れてないから、俺内心気がとがめているんじゃないかの。木本君はちゃんと家賃を払って住むわけで、それが自分への当てつけに感じたのかもしれない。行った。聞かれなかったかの。大丈夫ですよ。聞こえてたらもっと戸をバタンと閉めるでしょ、性格的に。でも木本君がいる手前。別に聞かれたっていいじゃないですか、事実なんだから。でも
あ、ごめん、電話。はい、フロシアイム静岡出張所です。疲れたかの。あ、久しぶり。うん、もう始めたよ、資金集めの下宿。うん、大丈夫。やっぱ他の下宿探そうかな。心配しないで、バンプ兄さん。フロシアイム静岡出張所所長ローファーはバンプ将軍の実の弟なのだ。聞かれたかの。俺先週田舎のアフリカ行ってきたよ。すっげえ、それすっげえだろ。へえ、飛んでか。あ、飛んでったのか。あ、レッドさん。いえ、飛行機ですけど。俺も昨日田舎の群馬に帰ってたんだよ。飛んでか。いえ、新幹線で。いや、俺最近すっげえどこにも行ってねえなーって。先月すっげえ横浜行ったぐらい。うん、東横線で飛んでけば。チーズ。少しは歩いた方がいいのよ、日頃運動不足なんだから。ああ。そういえばあんたって乗り物持ってたじゃない、ヒーロー用の。いらねえじゃん、いろんな意味で。レッドさん。ほら、相手あいつらだし。ん？レッドさん、レッドさん、かよこさん。あら、バンプさん、どうしたのその自転車。当たったの、うちの組織のビンゴ大会で二等賞。組織のビンゴ大会ですけどね。この自転車もすごいんですよ。電動アシストでスイスイ、バックミラーで安全性抜群、サドルは低反発クッション入りでお尻に優しいんですね。すごいでしょ。すごいよ。性能はともかく、お前とママチャリの相性の良さっぷりがな。しかしバックミラーってママチャリにしかついてねえだろ、こんなもん。ああ、指紋つけないで。いいだろ。ね、充電って結構かかるの？え、ああ、4時間くらいかな。防犯登録は？うん、これから行くところ。低反発クッションね。ああ、そんなに力入れて押さないでくださいよ。ねえねえ、電池って持つの？あ、はい、結構持ち。ああ、へこむから叩かないでください。うっせえな！世界征服しようってやろうが、ちょっと自転車触られたくらいでピー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 。だって。いいなあ、私も買おうかな。あ、ちょっと乗ってみます。え、いいの？え、いいの？なら俺に乗らせろよ。返事は。だってレッドさん、ガサツっていうかデリカシーがないっていうか、こう新品に対する敬いがないんですもん。うっせえよ。本人に面と向かってズケズケ言うな。ちょっと。あー、軽いな。ごめんね、バンクさん。いいね、いいね。なんだこれ、すげえな。ほら、もういいでしょ。返してあげなさいよ。新感覚だな。買い物遅れちゃうわよ。買い物なら俺が行ってきてやるよ、イノギアに、このチャリで。え、でも私もまだちょっとしか乗ってない。10分、パッと行ってパッと帰ってくっからな。あ、本当にすぐ帰ってきてくださいよ。あ、そういえばこの前もらったお漬物美味しかった。その場合って月々の保険料どうなるの？遅いわね。私なんか嫌な予感がしてきた。つったな。買ってきたぞ、夕食の材料。あんた、もも肉なかったから胸肉買ってきた。胸肉。自転車どうしたのよ。あ、自転車よ、バンプさんの。ああ、自転車ね。だからどうしたのよ。取られた。取られたって。いや、ほら、すぐ帰ってくるつもりだったからよ、鍵かけずに急いでイノゲアに入ったのよ。いや、ほんと早かったのよ、買い物時間は。2分かかんなかったんじゃねえかな。そして買い物を袋に入れました。すぐに店を出ました。駐輪場に行きました。そしたらありませんでした。いや、止めてあった場所もちゃんと覚えてたよ。一応裏の駐輪場も見に行ったよ、店員にも聞いたよ。ああ、そうだ、お前にこれやるよ。ほら、春キャベツ。なんつうかさ、このことをモチベーションにして次の対決に臨めばいいんじゃん。ああ、これもやるよ。やっちゃいいか。ああ、おいおい、警察にも言ったからよ、そのうち戻ってくるって。あんた本当ひどいわね。だって盗んだやつが一番悪いじゃねえか。っていうか、私やっちゃいかなんて頼んでないわよ。
バンプ様。すいませんが、ゲイラスさんも時間のある時探してくれません？ケラオッケー、翼の会の連中にも言っとくよ。ちょっと、あんた、あんた。あ、もうさっきからサラダはドレッシングかマヨネーズか聞いてるのに。ああ。ちょっと散歩してくら。行ってらっしゃい。すっげー、どうしたんすかその自転車。あ、ほら、イノゲあんだろ。薬局が近くにある方、あそこで拾った。拾ったって、落ちてるわけないじゃないですか。それは置いてあったんですよ。え、置いてあったんですよじゃねえよおめえ。拾ったっつってんだろ。あ、何、神様からのプレゼントっちゅうやつ。おパクリ遊ばされたんでしょ。おパクリ遊ばしてねえっつうのは。なんだよそのおパクリ遊ばされたってよ。いて、なんで俺が殴られるんですか。すげえんだぜこのチャリ、坂道もスイスイ。へえ、サドルが低反発のクッションみたいだしよ。あ、ほんとだ。このバックミラーはダセえけどね。確かに。いつもの道、いつもの風、重い足取り少し軽くなる。夢を捨てたわけじゃないのさ、今が愛しい、それだけさ。事情は知らないが、辛いのは同じだね。何にも言わないで、慰め合えるから。なんだろうな、セミンヌさん。さあ、電話の声はなんか焦ってるみたいだったけど。セミンヌさん、来ましたけど。おお、待ってた。今手離せねえから勝手に入ってきて。失礼します。あ、これ以上脱げなくて。本当に手が離せない。
焦りすぎちゃってさ、脱皮を。背中の割れが不十分だったみてえで、脱ぐの早かったかな。早かったかなって、まだ4月ですよ。セミの脱皮って夏ですよね。あ、お前が言ってるのは羽化のことだろ。は？セミは幼虫の段階で何度か脱皮すんの。そして最後の脱皮で幼虫から成虫に変態すんの。それを羽化と言います。へえ、知らなかった。そんなに何度も脱皮するんですか？らしいよ、聞いた話だけどね。俺は今回初めての脱皮だから。つうか俺はセミ怪人であってセミじゃねえけどな。あ、でも手が使えないのによく電話できましたね。いや、抜こうと思えば手は抜けんの。ただ腕でガードしてないと脇腹に抜け殻が食い込んですげえ痛んだ。でさ、悪いけど1号さ、携帯取ってくんね。え、ここ抜け殻の中にお前落としちゃってさ、お前に電話したから。はあ。うわ、ベトベトですよ。これ使えるんすか？拭いてくれる？そこに濡れティッシュあるから。1枚だけな。2枚連続で出てきちゃうからちゃんと1枚だけ切ってな。で、俺たちは何をすればいいんですか？二人がかりで殻を引き裂くんですか？無理無理無理、俺の殻は風呂シャイム一二を争う防御力だから。それに足の方はまだ本体とくっついてるとこあるし。でさ、あのそこのカゴにタオル入ってっからさ、ここのところ腕と殻の間にタオル挟んでくんね、クッションとして。どうです？おお、かなり楽になった。あと、そのペットボトル取ってくれる？どれくらいで脱皮できそうですか？わかんねえ。脱皮初めてだし、知り合いに脱皮する怪人いねえしな。明日までかかったらどうしよう。今夜寝れねえじゃん。この状態じゃ仰向けにも横向けにもなれねえしな。自分の体重かかっちゃいますもんね。早く脱皮できる方法ないか、本部に問い合わせてみたらどうです？でも俺、本部の番号知らねえんだ。お前ら知ってる？いや、携帯には入れてないんで。バンプ様は？武器商人との打ち合わせで遊園のシャロワールに行ってます。98円ショップの上の。あ、そうですそうです。電話してみましょうか。いい、バンプ様の手を煩わしたくねえし、直接味と言って調べるわ。あれ、本部の番号書いてないよ。あ、そうか、本部の情報はトップシークレットだから。やっぱりバンプ様じゃないと分かりませんね。仕方ね、帰るまで待つか。オイラ知ってるぜ。その声、天井？なんか形も口調も変わってね。本部の番号ならオイラ分かるぜ。なんでトップシークレット知ってんだよ。こんなところにトップシークレットが。お疲れ様です。私、川崎支部の戦闘員なんですけれども。あ、どうもお疲れ様です。ちょっと怪人の脱皮についてお伺いしたいことが。わかりましたよ。お風呂に入るとかなり早く脱皮できるそうです。マジっすか？おいら知ってたぜ。温めるのがいいらしくて。じゃあ悪いけど風呂沸かしといてくんね。キー、ただいま。ごめんね、遅くなっちゃって。無理無理、ダメだって。もう入れないって、殻が邪魔で。ほら、痛いもん。何してんの？3時間後、セミンガは無事脱皮したのだった。それへ、アニマルパンダフリーマーケット。いらっしゃい。ハッケハッケ。ピーちゃん、それは？あの国が買いに来ちゃうよ。まさに至福の時よ。なぜなら今月号は新人怪人特集号。今年の春、フロシャイムに加入した新たな悪魔どもの顔が拝めるのだからな。へえ、俺にも見せてみろよ。む？お前は我らが宿敵天体戦士3連と。うっせえよ、いきなりでかい声出しやがって。どれどれ。なんだよ、今年もろくなやつが入ってねえな。お、こいつ良さそうじゃん。どれどれ。身長3メートル、根から破壊光線、
ミサイルの近距離攻撃も通用しないんだってよ。あ、本当だ、すごい。本当だじゃねえよ。てめえんとこの怪人だろ。お前こういう骨のあるやつ連れてこいよ。でもその子本部規模で入った子だから無理ですね。んだよ使えねえ。やっぱり無理ですね。そういやさ、え、お前らの本部ってどこにあんだ。東京？あ、いえ、それはそのトップシークレットなんで、それはね。はあ？何がトップシークレットだよ。台所のホワイトボードに電話番号書いてあんだろ。市外局番から住所割り出せんじゃん。あ、確か全部。あのレッドさん、その件は見て見ぬふりの方向でね。その何焦ってんだよバーカ。っていうか、んなことどうでもいいんだよ。本当に知りたきゃ、おめえを締めて口を割らせる方が早いんだからな。あ、そっか。キー、お話し中すいません。何、イチゴくん。これ、この前の打倒レッドさんの決起集会の飲み代の領収書です。あー、はいはい。領収書？何？お前らそんなんいちいち出してんの？ええ、もちろんですよ。だって経費の申告しないとお金出ないですから。経費出んの？本部から。もちろん。そりゃ出ますよ、組織ですから。その辺は経理部が税金のこととかちゃんとやってますから。まだ私たちも国に守られてる立場ですし。税金？早く税金なんか払わなくてもいいようになりたいですね。そうだよ、世界征服すればそういうこともしなくて済むんだから頑張らないとね。バンプ様、佳代子さんからこれ届きました。佳代子？あ、はいはい。なんだ、かよこからって。保険のパンフレットですよ、ほら。お前、保険入んのか。私はもう入ってますよ。これはみんなの分。ほらこれ、スポーツ選手でも入れる保険だって。体を張る仕事だから、みんなでも審査通るかもしれないって、かよこさんが。会議費と交際費ってどう違うんですか。お前らって悪の組織のくせにちゃんとしてんな。え、何のことかさっぱりわからん。収入のない人は確定申告なんてしなくていいのよ。え、天体戦士サンレッド。これは神奈川県川崎市を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。バンプとかよこのさっと一品。ハロー皆さん、トゥデイズクッキン。今日の料理はアメリカンドッグ風ホットケーキ。え、アメリカンドッグ風ホットケーキ。両方とも生地はほとんど同じだから2つを一緒にしてみたの。じゃあ材料の紹介。ホットケーキの素、牛乳、バター、ソーセージ3本、とろけるチーズ、ケチャップ、マスタードです。まずボウルにホットケーキの素と牛乳を入れて生地を作ります。これをダマができないようによく混ぜましょう。次にソーセージを切ってフライパンでバターと一緒に軽く炒めます。火が通ったらさっき作った生地を流し込みます。火加減はごく弱火でゆっくり焼いてね。あ、表面に気泡が浮いてきた。この泡が固まってきたら火が通ってきた目安だよ。ひっくり返して。お見事。いえいえ、反対側もじっくり焼いてね。最後にチーズを乗せて、溶けてきたらお皿に移して、ケチャップとマスタードをかけて完成。アメリカンドッグ風ホットケーキ。バンプさんらしいですね。さっぱりしたアメリカンドッグみたいな味ですね。油で揚げないからヘルシーね。ソーセージを炒めるときバターを使わなければさらにヘルシー。ヘルシーヘルシーって悪の組織の幹部が。はい奥さん、本日のご紹介はこちら、万能シャープナー。包丁をちょこっとこするだけで切りにくいトマトもスパスパ。おお。この万能シャープナー、実は研げるのは包丁だけじゃないんです。なんとハサミも研げてスッパスパスパスッパスパー。うん、その通りだ。マジか。いつもの道、いつもの風、思い足取り少し軽く。夢
長い年それだけさ事情は知らないが辛いのは同じだね何にも言わないで慰め今度こそ奴の最後の時よこの鎧獅子にはいかなる攻撃も通用せんのだ装備する者の体力を奪いつつもその防御力を無限に高める呪いの鎧諸刃の剣ともいえるこの鎧も桁外れの体力を誇る鎧獅子にとっては理想の防具でしかないのだ百獣の王の方向を聞きながらトアの眠りにつくがいいサンレッド蹴り入れてる。えげつな。俺立てよ、俺。レッドさん。待ってって言ったのに。その辺で。んだよ、話せ、俺。なんだその顔は。あ？なんだよ。楽しいですか。あ？楽しいですか。そんな身も蓋もない戦いして。戦いに楽しいもクソもあるがボケ。あ？身も蓋もある戦いってなんだよ。鎧獅子くんのセールスポイントは鎧なのにそこを戦いのテーマに取り入れてもくれないで頭殴ったら元も子もないじゃないですかなんで俺がお前らの都合に合わせて戦わなきゃなんねんだよ生死をかけた戦いに敬意なんか関係ねえだろ大切なのはな結果だけなんだよそんなこと私たち悪が言うならまだしも正義の味方のレッドさんが言うことないじゃないですかなら少なくともおめえらはそう考える俺はともかくよあのレッドさんせの俺が頭蹴った殴った言う前に頭を防御してからくりゃいいじゃないかくそくだらねえあー本当痛い大丈夫イチゴくんおーおーおお勇ましい獅子の方向だなおい大丈夫よ、ジシク。うっす。でも鼻が、匂いがわからないっす。どうしたんだろう、今日のレッドさん。なんかまた昔に戻ったみたいですね、殺伐として。嫌なことでもあったのかな。次もあんなんじゃ、命がいくつあったって足りないよ。
ごめんね、お仕事中なのに呼び出したりして。ううん、どうしたんです？急に。あ、もしかしてあの人がいると話しづらいこと？うん、実はね。ああ、なるほど。かえこさん、心当たりある？ある。やっぱり。それがね、この前同じ階に新婚さんが引っ越してきて、うちにも挨拶に来てくれたんだけど。ところで旦那さんはお仕事何をされてるんですか？旦那？ちなみにうちのダーリンは IT 企業の社長なんです。いや、いや、小さい会社っすよ。ああ、うちの人は世界の平和を守ってるんですよ。え？世界の平和ですか？その時の向こうの微妙なリアクションが気に障ったみたいで。おお。特に意味はなかったと思うのよ。多分何のことかピンとこなかっただけで、生理の味方が近所にいることの方が稀だと思うし。それでレッドさんの機嫌が悪かったのか。そんなの気にすることじゃないのにね。いや、本当にそう。だって善行っていちいち人に言うことでもないですもん。そうよね。そうですよ。いいんですよ、かやこさん、私が呼び出したんだから。あ、そう？ありがとう、バンプさん。悪の組織におごってもらっちゃったなんちゃって。かやこさんからレッドの機嫌が治ったとの連絡が入った。今こそレッドを抹殺する時だ。鎧獅子よ。うっ、鎧の兜により、今度こそ防御は完璧する。三連投目、目にもの見せてくれるわ。プロチャイム出撃。なんて逆関節。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。それいけ、ピーちゃん、ヘルウルフについて歩いてるよ。友達になったのかな。ピーちゃんはヘルウルフの変身の謎を探ってやろうと意気込んでいるのだった。帝王様、時が満ちました。今こそ立ち上がる時、地球侵略作戦を。おお、さあ帝王様、ご命令を。うむ、ベルメス。あ、タエコちゃん。え、ごめんね、最近お店行けなくて。バカだな、私はタエコちゃんにぞっこんだよ。え、同伴今から。もうしょうが。うん、すぐ行く。どうしたものか。今5000円しかない。これ借りよっかな。あ、怪人だ。でもコロシアムの怪人じゃねえよな、初めて見るもんな。あなたも劇薬で世界征服を。征服？いや、僕は大学のレポートの作成書。なんだ、学生さん。ええ、あ、この本お先にどうぞ。ああ、いい、全然急いでないし、絶対必要なもんでもねえし。はっ、あ、しうるさかったみたいね。へえ、真面目そうな子だね。終戦台で科学を専攻してるそうっすよ。うちに勧誘すればよかったのに。いや、そう思ったんすけど、一応バンブ様に相談してからと思いまして。で、どうなの、世界征服に興味ありそう？なんかピンと来てないようでしたね。それは仕方ないね。よし、じゃあ会いに行こう、その子。え、バンプ様、じきじきにですか？もちろん、久しぶりのスカウトだからね、頑張らなくちゃ。あ、いましたよ、バンプ様。え、どこどこ。うん、
あの子。そうっす。よし、じゃあ声かけてみよっか。こんにちは。アビルさん。どうも。知り合いかね、レブン君。はい、先日劇薬の本をこちらに譲っていただきました。おう、では君もうちの学生かね。いえ、僕は、フロシャイムの一員です。フロシャイム。あ、フロシャイムというのはですね、教授、世界政府オタク。話の途中で悪いが、先に本借りたいのだ。失礼。あ、手伝います、教授。レブン君、忙しそうだね。本が見つかるまで待たせてもらおうか。どう？まだ探してますよ。もしかして見落としているかもしれないな。なるほど。では分かれて探しましょうか。見つからないようでしたらお聞きになったらいかがですか？受付で探してもらえば。言われてみればそうですな。はあ、探すのに夢中になってて、つい。その方が合理的ですな。いえいえ。ああ、その本でしたら貸し出し中になってますね。そうですか、それは残念。どうですか、ありました。あら、そちらの方ですよ。お探しの本を借りられたのは。すげえ、パンプ様、大学教授が必要としてるような本を借りたんですか？なんて本すか？これだけど。おお、それです、それです。いや、夏場はぬかの管理が難しいですからな。そうなんですよね、発酵が進みやすい。うちの教授、料理好きが高じて毎月主婦を集めてお料理教室を開いてるんですよ。素敵でしょ。そうなんだ。ところで、ぬかの発酵を調節するのは塩派ですか、からし派ですか？私、塩派。塩の方が難しいけど、からしだと風味がついちゃうから好きじゃないの、私。おお、分かってらっしゃる。いえいえ。何の話だ。おお、そうだ、バンプさん、どうでしょう、一つお願いがあるんですが。え？皆さん、こんにちは。今日はゲストにぬか漬けのスペシャリスト、悪の組織フロシャイムのバンプさんにお越しいただきました。どうも。いや、これのあの掛け声いきますよ。たけし教授のいただきマンモス。あ、マンモス。言わされてる。スカウトするつもりが逆にスカウトされてしまったバンプ将軍であった。いつもの道、いつもの風、思い足取り少し軽くなる。夢を捨てたわけじゃないのさ、今が愛おしい、それだけさ。事情は知らないや、辛いのは同じだね。何にも言わないで、慰め合えるから。 Hey! ああ、遠くで手を振る、不揃いな仲間、いつでもそこで待っツナだけですか？家なら食べなければいいでしょう。毎度おなじみ。
りマフィアを企む街の平和は任せて OK クイックデリバリーそこのけそこのけ正義が通る場所朝日のようにキラキラ夕日のようにギラギラ最悪っすね、そいつ。で、結局寝たの4時過ぎだよ。いつもだよ、いつも。で、どうやらそいつ、テレビつけっぱなしでいつも寝てるらしいの。ああ、テレビついてないと寝れない人とかいますよね。それなら、もうちょっと小さな音にしろって。周りの迷惑も考えろっつうの。ですよね。ほら、夜中って静かだから、なんかニュース読むアナウンサー、なんか男も女もそうだけど、すっごい聞こえるんだよ、滑舌いいから。ああ、確かに。あと CM になると少し音大きくなんない。なんかね、そういうのまで気になってくるの。そういや、アーマータイガーさんも隣の人がうるさいって言ってましたよ。本当は違いだ。ああ、アーマーんとこは逆じゃん。なんか夜間タクシーの運転手とかで昼間に騒ぐと怒られんだろ。俺の隣のやつの方が最悪だってマジで。確かにこっちがテレビの音でイラついてるのに向こうはグーグー寝てるかと思うとすっげえ腹立ちますよね。たくデリカシーのかけらもねえっつか。ガニメデさんとこの隣って男ですか女ですか。女。去年まで学生だったんだけどさ、全く社会人になれば引っ越すかと思ったのに、もうまだいんの。え、知り合いなんですか。いや。じゃあなんでそんなことわかるんですか。だから薄いんだって壁が。いやでも聞こえるの電話の内容とか。ああ。でさ、その女朝目覚まし代わりに必ずステレオで起きんの。で、ここのとこずっと好きです川崎愛の街。この間なんか3日間ステレオが朝鳴りっぱなしになってるのに止めねえの。40分くらいずっとだよ。どうやら旅行行ってる間タイマー解除してなかったらしいの。いや川崎に罪はないけどさ、あれゴミ収集車も鳴らしてんじゃん。今日また聞いちゃってさ、朝からすんごいブルー。もう肉味噌愛の街を。話してたらまた腹立ってきたわ。他の住人に悪いから言い返さないでおいたら超地づきやがって。もう堪忍袋のおかきりだ。隣に苦情の手紙書いて郵便受けに入れてやる。愛人のくせに何せこいこと考えてんだよ。え、携帯接種されると。ああそう、あの今日は対決の日じゃないですよ。アニメでさん、いったやっやっぱ超強えレッド、ボコり方に迷いねえ。もうすっかマジかよガニメデさん、いきなりは勘弁してほしいよ。最近ローテ入ってなかったからな。しばらく寝かしといてあげようか。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。それいけ、女性専用車両みたい。え、時間に間違えるなうちに次の駅で降りよう。あ、やばいやばい、見つかった。ちょっとやめて。ドア閉まるな。いや結構泳げたね、混んでたけど。パンプ様、前前。え、あらバンプさん。ああ、かよこさん。あ、プール行ってきたの。うん、マリンパークのクーポン券今日までだったから。カイパー、カイパー、いいな。私も行きたいんだけど、あの人が嫌がるのよね。え、レッドさんが。そう、プールとか海は絶対行きたがらないの。あの人、きっと金槌なのよ。金槌。
ついに我々は憎き宿敵天体戦士サンレッドの弱点を知るに至った。しかしまさか身内の者から聞き出せるとは。これも日頃の近所付き合いの賜物ですね。火は水に弱い。なるほど道理よ。イデオトビウォン。さあトビウォンよ、奴を水中に引き込め。エラ呼吸可能なお前の勝利は決まったも同然だ。レッド遅いですね。やっぱりいつも通り対決の形で呼び出した方が良かったんじゃ。まあ来なかったら来なかったでさ、バーベキューだけして帰ればいいじゃん。せっかくだから対決ならいつでもできるし。レッド来ました。お疲れ様でした。来たんですかレッドさん。人を呼んどいてなんだその言い草は。来ないかと思ったぜ。つーかよ、なんでこんな上流でやるんだよ。他に誰もバーベキューやってるやついねえだろこんなところで。普通多摩川でバーベキューって言えば高島屋の近くだろ。でもあの辺りは浅瞬なんで。おもれパンプ様。あ、いえ。ああ、てめえの料理の腕だけは認めてるから来たんだけどよ、うまいもん食わせろよ。はい、それはもう。あの、支度できるまでビールどうぞ。おう。くっ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 。野菜なんてどうでもいいからよ、肉焼けよ肉。でも先に食物繊維を取った方が脂肪の吸収が穏やかになって。なんこと気にしてっか。てめえらはいつまでも世界征服できねえんだよ。どうですかお肉。お前らいつもこんないい肉食ってんのか。え、それイノギアの特売の 100g178円のオージービーフですよ。いい肉に思えるのはタレのおかげですよ。タレにパイナップルのジュースが入ってるんです。パイナップルにはお肉を柔らかくする効果があるんですよ。バンプとカヨコのサット一品ミニ、材料はご覧の通り、あとはお肉をつけるだけ。バンプさん、詳しい分量は？長年の勘かな。あー、ほんとためになるわ。さあ、レッドさん、どんどん飲んでくださいよ。お前も飲め。あ、すいません。飲むがいい。酔ってくれた方がことが運びやすいからな。先に酔いつぶれちゃってどうするんですか。どうしよう。バンプ様の合図でレッドを川に突き落として溺れたところをトビオンさんが襲う計画だったのに。ん？あ、な、何やってるんすかレッドさん。なんかあっちから泳ごうと思ってよ。レッドさん泳げるんですか。当たり前だ、ガキの頃から俺カッパのサンちゃんって言われてんのね。カッパのサンちゃん。ここなら思いっきり泳げんな。海やプールと違ってよ、俺はゴミゴミしてうっとうしいとか大嫌いなんだよ。よし、ピンポン。いてていてて、えらえら、加減なしだよ。入れてましたもんねレッド。あれ、やっぱりバンプ様まだ戻ってないよ。やべえ、どこ行ったのかな。あれ、天体戦士サンレッド。これは神奈川県川崎市を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。ハルクのカッタリーね。お前ら手引よ。え、ああ笑われてるんですけど。このようにモギラモギラにとっては困った先輩のアントキラーだが。どうぞデビル兄さん。じゃあ読みますよウサ兄さん。でよ、たとえどんな先輩にでも敬う態度を変えないところはちょっと尊敬しているのだ。おい、お前らもこっち来て麦エビ先輩の話聞かせてもらえよ。はい。バンプとかやこのさっと一品。こんにちは、バンプです。今日も楽しくお料理しましょう。今日の料理は鶏とキャベツの蒸し焼き。蒸し焼きってなんだか難しそう。火加減さえ気をつければ誰でも作れるよ。じゃあ材料の紹介。鶏のもも肉1枚、キャベツの葉5、6枚、塩、胡椒、これだけでいいんですね。
もも肉の両面に塩コショウを振って皮を下にしてフライパンで焼いていきます。油は？鶏の油が染み出てくるから大丈夫。この状態で8割くらい焼いちゃう。そうすると皮がパリッと美味しく仕上がるの。そろそろいいかな。あー、いい色。ここにキャベツをたっぷり乗せて蓋をして弱火でしばらく焼きます。ほら見て、キャベツから出た水分が水滴になって蓋の表面についてきたでしょ。はいはい。この蒸気で蒸し焼きにするの。時々鶏とキャベツを入れ替えながらキャベツがクタクタになるまで焼いてね。箸で押してみて全体の弾力が均等になったら焼き上がり。キャベツと鶏肉を食べやすい大きさに切って肉汁をかければ完成。鶏とキャベツの蒸し焼き。鶏肉の肉汁と油を吸ったキャベツがすごく美味しい。やだ、もう鶏って美味しい。お前も鶏だろ。